マイクのテスト中。右よし、左よし、カメラよし。皆さんこんにちは。全身チャンネル第116回です。今回の全身はこちらです。全世界へ核戦争阻止を訴え、被爆73周年広島から新たな国際共同行動。広島闘争が西日本豪雨災害の困難の中で戦いを呼びかけた中四国地方の仲間たちと団結して大成功しました。世界核戦争と再建を阻み、世界を変革する労働者国際連帯の新たな戦いが広島の地から始まりました。2面には集会での発言が紹介されています。3面です。道路落ち葉8月ストを共に戦い、9月臨時国会決戦、安倍打倒へ全国から改憲戦争阻止大行進を。73年前の1945年8月15日は第二次世界大戦が日程の敗戦によって終わると同時に、労働者人民による戦後革命が始まった日でした。中国や朝鮮半島では帝国主義支配からの解放を求める労働者と農民の嵐のような革命的決起が湧き上がり、日本においても戦争の根源である日本帝国主義の打倒に向けて労働者人民が続々と立ち上がりました。しかしこの戦いは日本共産党指導部の裏切りによって敗北しました。今年7月、韓国国軍キム司令部が昨年のキャンドル革命に対して戒厳令の発動を準備していたことを示す文書が公表されました。大量の戦車、装甲車を光化門広場などに投入してソウル市内を制圧し、キャンドル革命を血の海に沈める計画が進められ、米軍の承認を得て実施されようとしていたのです。まさに1980年の光州蜂起圧殺と同じ事態が迫っていたということです。 6.1 に米朝首脳会談の狙いは民主労総とキャンドル革命の圧殺です。トランプ政権もキム・ジョンウン政権もその目的は一致しています。南北朝鮮人民と連帯し、米日韓による朝鮮中国侵略戦争を阻止しましょう。安倍は8月6日、被爆者団体との会合で、被爆者が求めた核兵器禁止条約への参加について、これに参加しないとの立場に変わりはないと拒否しました。安倍は広島の地で核武装化を宣言したのです。安倍は今や会見に自らの政治生命をかけています。核兵器組織決戦は国家との対決です。日本共産党、立憲民主党は帝国主義国である日本国家の自衛権を認め、自衛戦争に賛成しており、改憲絶対反対の立場ではありません。新しい労働者の政党を作り、戦争なしに延命できない資本家階級とその国家を倒しましょう。さらに東京医科大学の差別入試問題は絶対に許すことができません。この問題は一大学や医療現場だけの問題ではなく、まさに日本社会の縮図そのものだと思います。このテーマについては次回以降の動画で詳しく話したいと思いますので、ぜひご覧ください。改めて全ての学生の皆さんに9月1日から2日の全学連大会への参加を呼びかけます。大学や社会を共に行動して変えていきましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と全身の定期購読よろしくお願いします。全身チャンネルの T シャツ欲しい方は全身チャンネルの Twitter の DM か全学連のメールにお問い合わせください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。